さあ、それでは続きをやっていこうと思います。ボディ塗装が終わったんでね、今度は窓枠とかね、窓枠の部分をミラーフィニッシュでねやっていこうと思います。お、鍋さんの顔がめっちゃ映ってる。今カメラ見てます。なんでね、これをもうすでにねこう細切りにして、まあって言ってもまあ結構太めだけどね、太めの方がいいところもあったりするので、まあやっていくうちね感覚でわかると思うんですけど、要はこう貼ったらいいけどさ、今度裏に巻き込まないといけないから、多少のね太さはいるんだよね。ということでこう見てこの辺で切るか、ちょっと長めにしてね、後で足りないっていう方がきついんで、さあ貼っていこう。よいしょっと、こっちからの方がいいかな。まあ切り口がね綺麗なところが表に出るようにした方がいいんでね、まあはみ出るように貼ってでピッと取って指につけて、まあねもちろんこれ貼るときにねしっかりね手を洗って、手の油分がねあんまり残ってない状態にしてやってやらないと粘着がね下がるんでね。でこのモールに沿って、モールというか窓枠に沿って綺麗に貼っていくよと。でかけれ幅がね厚ければ厚いほどやっぱりこのシワがねできやすいんでね、それもちょっと気をつけながら、加減がなかなか難しいところではありますけれど、こんな感じでね、もうちょっとこっちか、この辺か。まあはみ出したらはみ出したでカッターで切ればいいからね、どうでしょうか。で先にこっちの上側のね方だけでもちょっとこう綿棒で押し当ててしっかり密着をさせてあげましょう。もっと密着させたいと思った場合はちょっと爪楊枝を寝かせながらね、こうラインをこうしっかりと、でそれであまりにもはみ出てたらカッターで切るとかした方がいいかなって思います。でまあこんな状態なんですけれど、ちょっとしっかりここの辺ねくっつけて、こんな感じで押し当てて、でどこがね余ってるかなっていうのをしっかり見ながら、まあここはねやっぱり貼るところになるんで切らないといけないよと。この辺からこう切ればいいか、ピッと。でここもピッと切ってあげて、でこの辺もピッと切ってあげるよと。切ったらこうね指で奥に入れてあげて、爪楊枝で擦り当てて開けて、段とかがあったりするかもしれないんでね、段があったら段のところにしっかりとこう押し込んであげてね、空気が残らないように密着させてあげるようなイメージかな。してあげれば割としっかりくっつくと思います。で裏面ねしっかりくっつけてね、 OK と。でここの余ったところは余ったところで取るよと。まあこれはねとんがったピンセットでやった方がやりやすいんでいいんですけど、とんがったピンセットはそれなりにねボディに傷をつけやすいのでね、気をつけましょうね。でさっきのここか、同じようにピッと、こんな感じでどうでしょうか。いやー最近ちょっと鍋さんの引きこもりが始まっちゃったよ。なんか無気力感というか良くないな。春だからかな、なんかポケットなんか寒いとか言ってなんかこうもうくぶつくさい言いながらっていうのがあんまりないからちょっといかんな。もうちょっとこうキビキビしないと、外に出たくない病、まあそれは言い過ぎだけど、まあこんな感じですね。
で下もやるんですけど、ここってね下ないんですよ、この膨らみのところが、段の部分しか、ここはあるけどね、まあ、これもやっちゃいますけどね。で再びこの長さをこう当ててみて、まあ、このぐらいで切っていいかなっていうところで長めに切る。で貼るんですけど、これがまたちょっとめんどくさい難しい、めんどくさい難しい、まあ、季節もいいからドライブとかもいいなとか思うんだけど、ドライブかって感じだし、行きたいところがあるわけでもないしなみたいな。行きたいところがあればね、まだしも特にないからな今。よいしょ、おっと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 、おっと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 、ここまで貼っておいて、こっからはモールドが、モールドじゃない、モールがあるからなかなか難しいな。でここは切ってよし、ピッと。しっかり密着、裏側にしっかりと折り込むよと。ここはまあこんな感じでいいんだけど、もう花見もこの動画がアップされる頃には終わっちゃってるかな、どうかな。多分この動画を撮ってる時で言うと、まあ多分今日ぐらいが限界かなっていう感じだな。花見去年も今年も行ってねえな。まあやっぱりね、ちょっとこういった時期ではあるっていうのもあるからさ、余計になんだけど、まあそれを言い訳にしてね、行ってないっていう感じもあるけど、まあ本当でもじゃなくても行ってないな多分な。行こうぜっていう相手もいないしっていう感じだね。綺麗だよね本当、夏になると毛虫だらけだけど。隣の家の隣の梅畑もやっぱり梅だから時期になると毛虫がすげえ出るんだよね。まあだいぶなんかちゃんと手かけてくれてるみたいだから、毛虫も今全然出てきてないけど、全然ってことはないな、全然は嘘だけど、まあかなり少ないけど。こんな感じでかな。おっとっと、滑った。そうやっぱね、こういうのを作業するとしっかりサフとか吹いてさ、密着をちゃんとさせておいてあげないと剥がれるんだよねやっぱり。まあ前回も言ったけどね、サフを吹く前に1枚こうめくったりとかしたりして、ザラザラした面になるからさ、密着しやすいとは思うんだけど、やっぱり全部が全部磨けるわけじゃないから、中にはね、ちゃんとね、めくれてなかった、なんかこうザラザラね、1枚めくれてなかったっていうことがね出てくるから、そういうのを考えるとやっぱりね、1枚めくってサフまで拭いてしっかり密着みたいなことをしておいた方が、まあなんだろう、そこまでやらなくても剥がれないよっていうのはあるけど、安心だよねやっぱり。まあ、これやそういう風にしてこれをやって剥がれたっていうことが今のところ鍋さんはないから、安心してやってるけど。あ、なんか頭痛いな、よろしくないな。このギリギリのところでこうやって切る。そう、こういう切り方をするから、カッターナイフはね、綺麗な状態にしておかないとね、綺麗っていうか、まあよく切れる状態にね、無駄に荷がかかってね、持ってっちゃうんでね。はい、モールが、モールじゃないや、
メッキパーツ部ができましたよと。ね、悪くないでしょ。でやっぱりこういうのをねやった方がね雰囲気が全然グッと違うんでね、やった方がいいと思います。まあ必要なところは全部やったと思うけど、ここもね意外とそうなんだよ。メッキパーツじゃなくてね、自分で貼りました。ここにメッキパーツは来るけどね、だけどここもメッキじゃないとバランスおかしいよと思ってさ。まあここのマスタングの字は手で書くだな。この高いところだけ、ここだけペーパー当てないように気をつけたからね、しっかり字が残ってる。この上だけをちょっとこう色入れないと。あ、目が痛いのかな、目が疲れてんのかな。だけどこれまだ扉のこの部分もやらないといけないから、ここもついでにやりましょうか。時間はどう。あ、まだ10分しか経ってないじゃん。よしよし、やっちゃおう。あ、テープがついてる。いやー、なんかこう気分が乗らねえな。天気が悪いせいかな。まあそうじゃなくても最近、じゃ実はね、なんかまあいろいろその今案件が来てて、そっちを集中してやったりとか、まあこの多分動画がアップされる頃にはもう塗装ブースも変わってると思うんだけど、そう、塗装ブースを交換するのに部屋を片付けないといけないことから始まったりとかね、なんかいろいろ変なところで忙しくてね。まあね、本当塗装ブースの件は今使ってるけど、すごくいいの、びっくり。まあでも本当助かった案件だったな。エアブラシの件もそうだったけど、あ、やべ、行っちゃった。これ多分これアップされる頃にはまだアップして、公開してね。まあそれはちょっとこれ以上言わんとこ言ってしまった、ボロが出た。まあいいや。ん？あ、勝った。そう、やっぱりね、案件いただくのはね本当に嬉しいですね。なんかそのなんだろうね、自分みたいなのがこうね、インフルエンサーとしてこうね見てもらってるっていうのは、多分この動画のアップされる頃にはまだそれ来て、動画公開されてないと思うんだけど、かなりね大手に声もかけてもらって、それもちょっと嬉しかったな。まだそれはちょっと本当黙っておかないといけないんだけど、置かなくてもいいか。まさかだったね。嘘っつって言って、意外だった。意外も意外。あ、切れてない、切れてない。なんかそういうちょっと結構大手だったりすると、どういう動画にしないといけないかなとか、なんかやっぱちょっとよくしないといかんなとか思いながら、だけど毎度毎度そんなことやってたら結構辛いしなみたいな、まあ、やっぱり鍋さんっぽいスタイルでやっていくのが一番いいかとか思いながら。案件動画って結構やっぱりそのいいように言わないといけないかなとかも思うんですけど、やっぱねあれですよ、結構メーカーさん側からするといいところも悪いところも全部別に普通に言ってもらって大丈夫ですって言われたりすることが多いですね。まあでも正直言って悪いとこないからまあいいんだけどとか思って、案件受ける際にね難しいんですよ、やっぱり判断が。これ受けてもいいものなのかとか、今後にどうなるかなとか。だけどまあ別に今のところそういう今後っていうところでは特に問題ないからいいんだけど、本当にこれがいいものなのかどうかっていう判断っていうのはやっぱり難しいですよね。いや、これ案件もらったはいいけど、どうやって何その宣伝しようかみたいなさ、動画を作ろうかみたいなのやっぱあるんですよね。まあ、それを思った瞬間にやっぱり返事をしないとかねあるけど、まあその大手から来たやつはあれでしたね、もう即回答した、やりますって、ご連絡ありがとうございますって言って、悩むこともなかった。
これ結構難しいな、ここ。ね、自分がそんな風にね、その大きい企業の方からね見てくださってたっていうのはね、まあちょっと本当嬉しいなと思って、まあでもやっぱりしっかりしないとなっていうのがよく思った。ちょっとやりたいなっていうねやつだったからね、余計にそう思った。よしよし、できたよね。ドアノブもねこうやってやっておけばね、やっぱりちょっとこう見た目がね具合が、まあ元々のキットがねこういう風に飛び出てるだけで、こう扉のここの取っ手のこう握るところに穴が開いてたとかそういうのはないからね、まあこんなとこ穴開けるのちょっとしんどいんでね。できたよ。でね、問題ここなんだよね。ワイパーがこれ一体パーツになってるから、これどうしようと思って、これ切り取っちゃおうかなとか思って、以前なんかの時そうしたんだよね。切ってピロピロピロってめくってワイパーだけ出して、あと黒で塗ったって思ったんだけど、これよく考えたらこのまま黒も塗っちゃってもいいかなって思うんだよね。ここだって黒くなっちゃうから一緒だからさ、悩み中まだ。だけどやるならもう今だよなとかも、その切って剥がしてどうのこうのやるんだったら、やっぱりあとミラーフィニッシュの場合だとちょっと艶がありすぎるから、塗料がね塗ったところで剥がれると思うんだよな。どうしようかな。まあいいか、このまま塗るか。なんか今なんかやると結構細くてね、やらかしそうな気がするんだよな。だけどやりたい自分がいる。ここからこうピーッとこう切って、でこうやって切るだけだからな、そんな難しい話じゃないんだよな。やってみるか。時間どう？17分か。ちょっとやってみますか、チャレンジ。まあ、塗るのはねまた別で適当に塗っとくんでいいんですけど、とりあえず切るところだけでもねお見せした方が、ここの幸いのことにミラーフィニッシュってねこの形がよく見えるんで、こんな感じでピーってやっておいてよよよ、見えない、小さすぎて。ほらできた。でこの周りが剥がれてくると困るから、ちゃんとこうやって、ここであと黒塗っておけばね、ミラーの部分、あミラーじゃない、なんでミラーばっかでいる、ワイパーの部分をね塗っておけば、まあ別に普通に見える。こっち側もやっておく。だからこっち側もこう見て、この辺ぐらいからこう斜めにピーッとこう切っておいてのワイパーがここで終わるよと。でここからこう切ってこう切ってこう切って、ここからここからこう切ってこう切ってとんがったピンセッツで、見えづらい、ほんと見えづらい。わーできた、ほらほらって。いいんじゃない、これで。
ね、ちょっと分かりづらいと思うけどカメラでも、まあいい時間になってきたね。まあこんな感じでね、ワイパーの部分も取れば、あとここね、筆でも何でもいいんで色塗っておけばいい感じになると思うので、よし、ではね、次組み立てやって終わりですね。一応ね、まあちょっと最後になるんですけど、まあいいか、次回でいいや、そうしよう、うん、ということでね、今回はねこれで終わりにしようかなと思うので、次回から組み立てていこうと思うので、また見ていただけたらと思います。ダマだ、まだ。